こんにちは、リカリコです。はい、今回はリカリコの夢企画、イエーイ。はい、夢企画というのは初めてなんですが、うん、今回はですね、リカリコさつまいもが大の大の大の大好きでしてですね、さつまいもを使ったお菓子や、うん、さつまいもや、うん、いろいろ買ってきちゃいました。はい、というわけで今日は、たくさん並べて食べ比べというか、好きなだけ食べようと思います。はい、というわけでね、今日買ってきたものを1個ずつ紹介しながら食べていきたいと思います。もう今日は見つけたところどころで全部、あの芋系のものは全部買ったから、うん、めっちゃあるよ。まず紹介していきましょう。はい、まずこちら、無印良品で買った国産野菜のスティック、さつまいもです。これは他にもいろいろ種類が、あの野菜の人参だったりとかいろいろあったんやけど、その中のさつまいもです。で、なんとね、これは塩や調味料を使わずに仕上げたらしい。おー、じゃあヘルシーな感じですね。じゃあパパッといきますよ。続いてこちら、これはファミリーマートで買いました。小粒な干し芋、美味しそう。小粒な干し芋絶対美味しいやそしてそしてこちら、お芋玉これはリカが買ってくれたんけど、ラスト1個やった、ずっと美味しい。和菓子やって、楽しみ。続いてこちら、はい、黒糖芋けんぴ定番。あのさっきのこの無印良品と違って、これはコーティングに黒糖がついてます、うん。そしてここからがやばいです。やばい、ラスト3つなんやけどじゃじゃん、こちら柔らか干し芋です。赤外線乾燥やって、へえ、すごい。干し芋大好き。そしてそして続いて珍しいです、これ。そう、これやばい、これやばい、ナスビみたいなこれシルクスイートやってシルクスイートで作った皮付き干し芋。あ、それでちょっとこれ見て、後ろ、これなんていうのか分からないけど、 そこないけ、その裏に書いてある、こうやって仕上げましたみたいな書いてあるやつがあるんやけど、一回マネージャーさんが同じようなものを買ってきてくれたんやけど、その時も美味しかったから間違いない、超美味しい。てか、いつもこんな欲しいも高いの買わないんですよ。分からへん。今日は夢企画ということでめちゃくちゃ贅沢してます。どんどん、こちら、これは焼き芋でございます。こんな感じのも一回マネージャーさんにもらったことあるんやけど、めちゃくちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかった、だから買ってみた。イエーイ、やばい、ちょっと待って、撮りたいんやけど写真撮ろう。ちょっとこう並べてみるとやばいな、やばい、夢の国なんやけどいやー、どうしよう。え、じゃあまずお菓子系いく。そうやな、うん。じゃあ一番気になるこのお芋玉、うん、確かに食べたい。初めて見た。そう、初めて見た。ファミリーマートに売ってて超美味しそうと思って。お菓子なんかな、てる、お、ポロポロや、ほんま。はい、イエーイ、まず夢企画一口目、いただきます。うん、うん、うん、美味しい。え、これ何、なんかどっかで食べたことある味。和菓子って書いてある通り和菓子っぽい、うん、お菓子やね、これは。これはお菓子だった。リコ遠足今行くとしたらこれ持っていくパクパク食べれる感じ、うん、パッケージのこの芋が最高です、うん、はい、続いて、で、じゃあこれいく、うん、小粒な干し芋、これいくらやったんですか。これ300円ぐらいして、えー、マジ。そう、チャックがついてるからいいな、うん。あの後でも言うんですけど、700円とか600円とかするんですよ。まあでも欲しいもんはな、分かる。そう、高い、高っかと思ってけど、いつもはね、1本さつまいも、生のさつまいもを買ってるんで、うん、こんなに買ったことない幸せ、もう匂いで幸せこんな感じ、たくさん入ってます。小粒やから食べやすいけど、うん、確かに、なんか干し芋って袋にひっついたりするんですよ。そう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 、寝ちゃってな。そう、それがまあ楽しいんやけど食べやすい。いただきます。うん、うまい。これは甘いの、噛めば噛むほど甘い感じ。うん、しかも干し芋はさ、外でさ食べれへんやん、うん、あんまり。ああ、確かにな。この前もね、あのコンビニで干し芋売っとって、うん、ニューって書いてあって、うわ、これ買わなあかんと思って、あの買ったんやんか。で、お家で食べるつもりで買ったんやけど、もう外で出た瞬間もう食べたいってなって、うん、出た瞬間に食べてしまったんやけど、こういう袋やってさ、にちゃってなってしまって食べれへんってなってな。そう、こういうのはさ、カバンとかにもしまえるし、
いいな、これ、うん、新しい欲しいもので、こういう袋っていうの、うん、で、次はちょっとなんかカピカピしたもの食べたい。しょっぱい系ケンピ行く？こっち行く？あ、じゃあ目印のこのさつまいも、うん、ちょっと美味しそうじゃない？うん、これはもうなんか絵から見てさ、なんかカラッとした感じやな。野菜のコーナーにあったから。お、これは絶対美味しいわ。マジ？ほら美味しそう。素揚げみたいな感じ多分。火を食べて、あ、音いくよ、音。これ何使ってないって？使ってないって、調味料とか。ほんまにさつまいもだけ？え？なんで？すごい。なんか塩とか何すんねん。それっぽいよな。そう思うだけ？え？ここに塩や調味料を使わずにカリッと揚げましたって書いてある。超いいよ。これもジップロック、うん、ついとる。なんでリカたちがこんな芋にハマりだしたかというと、上京してきて夜ご飯とか昼ご飯とか作らないかんから、はい、楽にできて美味しくできるのないかなと、うん、そうそう。でそれの時にさつまいもを見つけて、その時がさつまいもに出会った瞬間や。そうそうそう。さつまいも好きやったんやけど、うん、やけどこんなハマったっていうか、毎日食べとうからすごいハマってしまった。で最初の頃はなんか味付けとかつけてな食べとってんけど、うん、最近はもうその芋だけやから、塩とかもつけずに食べてますね。はい、続いてこちら。これぐらい入って300円、40円ぐらいだから、うん、これは絶対美味しいわ。えっ、やばい、匂いが。匂いだけで3日は過ごせる。リコここに飛び込みたい。泳ぎたい、ここで。やばいです、これ。いただきます。ん、うん、え、カリンドウや。ん、待って、カリンドウも好き。お腹痛い。食べたもの全部出てきそう今。カリンドウも好きやのに、さつまいもと組み合わせ、あかん。でもなんで一緒のこと言うん。怖っ、怖すぎ。え、超美味しい。うまっ。これやばい。鹿児島県産のさつまいも、沖縄県産の黒糖なのかな。これはもう素敵です。拍手。黒糖って味が強いやんか、結構。うんうん、黒糖に負けないくらい芋の香りもする。うん、お、次からもう芋ですね。そう、次からもう本格的な芋になってきます。どれ？そう、一番気になる、これ食べたいんやけど。さきくん、よりくん、これ、うん、じゃあさきくん、これどうなん？これはですね、後ろにこのままでも食べれるけど、オーブンで 2,3 分温めると柔らかくなり、より一層美味しくなるらしい。え、待って、欲しいもってそのまま食べる方が美味しいね、絶対。え、でも温めたことなくない？温める？やったみたくない？なんか、ね、じゃあ1枚食べてから温めようや、うん、あ、こっちも。え、これ絶対温めて美味しいよ。これとこれは温めてもいいって書いてある。じゃあこれ1枚食べて、うん、もう1枚は温めてみよう。欲しいよ、マジ好き。いただきます。うん、うーん、なんで干し芋ってこんなに美味しいんやろ。この干し芋のよくあるこう白くなってるやつはカビじゃなくて糖分が出て甘さが増してる証拠ですね。食べ頃のサインです。じゃあこれとこれ温めてきますか。うん、待って、めっちゃいい匂いする。じゃあちょっとここね、お皿置きたいと思います。では、ちょっと匂い嗅いで。やばない？見て見て、ちょっと匂いが伝わらんのが悔しいけど。伝わってどうか。めっちゃいい匂い。え、やばい、熱っ。チーズ過ぎたかな。熱っ。あ、なんか美味しい。干し芋初めてチンした。みんなチンして。干し芋これはスイーツ。はい、そしてこちら、さっき紹介した丸ごとの焼き芋でございます。美味しいに違いないです。これは皮ごといけると思う。いただきます。うわ、やばい。見て、やばい。これはやばい。もうやばいの一言で伝わるよな。プリン。これはさつまいもじゃない。さつまいも風味のプリンみたいな。そうやって言われても納得するもん。多分目閉じたらさつまいもってわからんぐらい。わからん。なあ、なあこれ。やってみる？なあこれ。やってみるってもう遅い。苦しいよー。苦しい。これ結構ずっしりくるな。普通のだって焼き芋やもん。うん。
まだラスト1種類やるより、うん、これ一番よく気になるんやけど、じっくり熟成させたことでより甘くしっとりした食感に仕上げた干し芋です。ちょっと水、干し芋ってさっきみたいに皮がついてないことが一般的やと思うけど、皮がついとるのがすごいな。なんかちょっと普通の料理をのせたりとかしてる。じゃあこれも最後いただきましょう。なすびなんやけど、すごい皮ごとっていうのがやばい、びっくり。こんな感じ、皮ごとの干し芋を初めて食べますね。いただきます。ん？超美味しい。なんか皮がさ口に残るんかなと思ったけど全然そんなことない。めっちゃ柔らかいんやけど。歯はいらん歯はいる、さすがにシルクスイーツさまさまや。うん、拍手、すべてのさつまいも商品に拍手。はい、ということで全部今食べ終わりましたが、どれが一番美味しかったのかっていうのを、うん、それぞれお気に入りを選んでいこうと思います。じゃあもう全部の評価を含めて、うん、こちらさっきも言ったけどジップロックもついとって、ちっちゃいのに中にいっぱいさ小粒でいっぱい入っとるし、うん、やしさつまいもってさ腹持ちいいから、うん、だから干し芋を持ち歩けるっていう、うん、めっちゃ何これ新しい、超いいやん。しかもめちゃくちゃ甘かったこのさつまいも、うん、これいいですね。めちゃくちゃ変わってしまうかもこれからじゃあリコは全部美味しかったんやけど、こちら一番最後に食べたやつですね。お、皮ごと食べるの干し芋は初めて食べたし、何よりすごい柔らかくて、うん、あの皮まで美味しかったのでこれが1位ということで、早く全部食べきりたいなという気持ちですが、今お腹いっぱいなのでゆっくりいただきます。はい、というわけで今回はリカとリコの夢企画をこの YouTube でみんなに見てもらうという、うん、なんていう素敵な企画なんでしょうということですが、はい、楽しかったですね、うん、楽しいしかなかった、幸せでしかない、うん、今、うん、あお腹いっぱいまたなんか別の動画で、あのさつまいも の, あのリカとリコの普段食べてる作り方とか、もっとお気に入りの干し芋だったりとかができたらそれも紹介したいなと思いますし、あのみんなもなんかこのここのお店の干し芋美味しいよとか、うん、教えてほしい、うん、ここになんか焼き芋専門店あるよとか教えてくれたら、そこにリカとリコ行ったりとか食べたりとかしたいなと思うので、ぜひ教えてください。それでは最後にチャンネル登録とグッドボタン、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。